おはようございます。じゃじゃーん。ちょっとまだ準備中で電気がついてないんですけど、佐藤錦さくらんぼ、じゃじゃーん、入荷してきました。じゃじゃーん、初夏の便りですね。もう今日もかなり暖かくなるみたいで、マンゴーも宮崎マンゴー入荷してきてます。はい、それでは行きましょう。いちご、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 いちご。もうね、いちごがね大ピンチですよ。もう本当に、まあもう4月もね10日に差し掛かってるんで、まあこれからどんどん入荷量は下がっていって、価格は上がっていくっていうタイミングには正直来てます。やっぱり品質的にも気温とともに持ちが悪くなるので、基本的にも持ちが悪くなります。はい、今日はもういちご週末なんで、ドドーンと表示価格よりレジにて50円引き。どれでもお好きないちごをお取りくださいませ。じゃじゃーん、こちらの表示価格より50円引きさせていただきます。レジにて YouTube 見ましたよ。いつも見てますいつも見てますはいらないですけど、 YouTube 見ましたっていう風にレジでお伝えください。そういたしましたら、表示価格よりいちごは全品50円引きとなります。あと、いろいろとこちらの柑橘類もだいぶ品数が、色数が減ってはきたんですけれども、こんな感じでご用意しております。はい、デデーン、グッドモーニング、おはようございます。朝早くからご苦労様です。よし、今日も一日頑張りましょう。頑張りましょう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。松本パパ、どうですか、ジュニアは。かわいいです。かわいい。お風呂担当なんでね。夜泣きとか。そうなんだ。そんなは全然ないです。なるほど、はい、お尻が赤くなっちゃって、お尻赤くなっちゃった。おさむさん、モンキーかいちゃん、モンキーかいちゃん、今日も頑張りましょう。はい、ありがとうございます。みんな待ってます。あと、まあ一応皆さんご存知だと思うんですけれども、フルーツファミリーも所属するこの花アリー、この花アリーっていう組織があるんですけれども、そちらでちょっとまた来月あたりにイベントができるように今一生懸命動いております。以前フルーツファミリーのインスタグラムで、この花区の活性、どんなことしてほしいですかっていうアンケート、結構ね、まだちょっと内容はお伝えできないんですけども、やっぱお祭りしてほしい、縁日してほしいっていうようなお声たくさんいただいてたんで、それにその期待に応えてるのかどうか、また随時発表していきますんで、この花アリーのアカウントのフォローもよろしくお願いいたします。